はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。河野太郎に訴えられました。多くの視聴者様に Amazon と全国の書店でご予約いただき誠にありがとうございました。しばらくこれ飾らせてくださいね。宣伝拡散していただいた方も誠にありがとうございました。自費出版で大赤字が赤字ぐらいになると嬉しいです。それもこれも河野太郎没落のため、つまり世のため人のためと図書館に置いてくれってリクエストはですね拒否される、跳ねられることもあるんで神奈川15区河野の地元ですねの図書館には私が寄贈するつもり送りつける置いてくれ、送りつけるつもりであります。いくつぐらいあんだろう神奈川15区に図書館って。兵庫県百条委員会公益通報者を処分し自殺に追い込んだことについて委員道義的責任は感じているか。斉藤知事道義的責任とは何なのか私には分からない。処分は適正だった、と従来の主張を変えず、この人は記憶もないししょっちゅう記憶ありませんって言うし道義的責任も分かんないしこれだけで知事の資格ないんじゃないのかなって思うんですけれども、3人も亡くなってんのにガチでサイコパスだよなって、つくづく思います。世論です。俺が法律だガチのサイコパス人が死んでんねんで副知事の指示だったことにすればいいじゃん。今後はイベントも全部お断りされるんだろうな。大阪と兵庫の維新議員全滅。斉藤が一日でも長く居座れば毎日維新の支持率が落ち続け選挙で消滅する可能性が高まるんだから他党は本当は辞めさせたくないと思うと。自民党37人いる自民党兵庫県議会86分の37だから半分にちょっと足りないぐらいの、まあ、最大会派自民党なんですけどこれが辞職迫ったみたいですね。選挙の時は応援してたんですけど今やすっかりもう見放して呆れ果てて、斉藤を追いやる先頭を切ってやってますね。試験です。相変わらず処分は適正だったと言い張ってるようですけれども、百条委員会に招致されたですね公益通報制度に詳しい教授は公益通報者保護法違反って断言してましたけどね。だいたい告発されたいわば被告告発された側被告が、これは公益通報ではないって判断するの間違ってないかそもそも、私も今ですねこの裁判で被告という立場ですけれども被告が判決出さねえだろ判決出して処分しねえだろって話であります。そもそもおかしい、道義的責任はわからないって仮にね適正な処分だったとしてもよ、部下がそれで自殺しちゃったら寝覚め悪くならないの。例えばですけど、まあ、会社でね部下がミスして、これダメだろって怒りつけてよ、でその部下が自殺なんかしちゃったら、悔やむでしょ普通の人ならあーつって、普通の精神だったら後悔して、まあ、一生忘れられないしばらく寝れなくなっちゃうよね。ましてや不適正な口封じの処分だったわけだしガチのサイコパスだなー合計で3人も死亡者出ててもきっと知事は会食、会弁、会民なんでしょうね。気持ち悪いですね。つくづく。この人。なんか人間と思え、妖怪かなんかに見えてきました。私には、小泉進次郎、誹謗中傷対策強化の必要があると発言。開示請求したことがあるが手間と時間がかかっちゃって多くの人が簡単にはできない。つまり開示請求を簡素化してくれるってわけですかね。私のように実名で手紙の郵送先も公開してる人間にはまあ関係ない話ですけど私のような人間は開示請求しなくても丸出しですからね。河野太郎に訴えられたのもですね告訴状の送り先公開してんで開示請求の手間省けたから狙われちゃったんですかね私ね。世論です。偏差値35お前ら死亡誹謗中傷してっからっていうことですか。ポエマーとか言うと逮捕だぞ。小泉って頭悪くねって書くと開示請求他にもっとやることがあるだろう。バカのバリ雑言が減るなら歓迎。誹謗中傷は許されません。だからこそ許されないと思います。進次郎がいいぞ。何が誹謗中傷になるかわからんバカはネットに書き込むなと。もっともだな。
バカ のバリ雑言減るといいですね。ツイッターでもね、こうちゃんでもね、開示請求が簡素化されてもですね、誹謗中傷のラインが下がるわけではないんで、まあ最後には裁判で決着ってことになるんだろうけど、河野に訴えられて分かりましたけれども、裁判ってすげえ時間かかるんですよ。第3回非公開から第4回非公開まで3ヶ月も空いちゃってさ、第4回は9月9日あさってですか、私も参加でやるんですけれども、裁判官は一体何件裁判掛け持ちしてんだって話、そんなにあの一件一件間空いちゃって効率悪くない？100件もあの掛け持ちしてんの？1000件とかプラットフォーマーへの追加的な措置も含めてって言ってるんで、ほぼ削除しないごちゃんもうとうとう法規制されるかもしれないですね。ツイッター X はすでにあの通報がですね、そうだよね、これまずいよねってなればツイート削除などの対応してるんで、あとあのアカウントももうダメって、あんた書き込んじゃダメって、なりますんで、炎上するのって今やごちゃんじゃなくてツイッターの方じゃないのかな。本人が目にするところに、言葉を置けるわけですし、まあ進次郎のことですから自分が何言ってるか分かってないと思うんですけどね。三原純子さんに古い政治に決着をつける時が来た、だから私は小泉進次郎、進次郎支持を表明。あれ三原さん確か石破派じゃなかったでしたっけ、見放したんすか。今日一番笑わせてもらいましたこれ。本当石破って人気ないんだなって、笑っちゃったなこれには。岸田総理韓国訪問し大統領と飯食ってですね、日韓の往来を簡素化するため事前審査制度を導入を決めてきました。世論です、やめろよクソメガネ。なお韓国人は全員審査落ち審査料3万円にすれば韓国人は来なくなる。韓国に行かないんで必要ないです。到着してから強制送還するより楽だから。審査したキムと入国したキムが果たして同じキムかどうか、アメリカの ESTA エスタと同じような制度を導入する流れだろう。アメリカはすでにやってるそうであります。テロ対策で世界中から来る外国人はですね、事前審査して犯罪者や活動家を入れない制度を導入しろってアメリカから言われてるんですよね。なので日本側から韓国に持ちかけたらしいんですけど、アメリカはすでにESTA っていう名前で実施してますそれ。なのでこれは韓国人に限らずいずれ全世界から観光客を事前審査することになりますね。いや大変だなこれな。審査料高くして、高くしといてですね、一旦払わして問題ない人は返金ってことしたら、常に傷持つ連中のチャレンジが減っかもしれないですね。俺審査ダメそうだけど、ダメだったら金取られるわっつって、審査したやつと実際に来たやつが同一人物かって問題ありますけれどもね。昨年1年から今年の4月までの15ヶ月間で韓国人1950万人、日本人600万人が日韓間の航路を利用したと記事にありますけれども、この日本人本当に日本人か、日本人なのか、日本名ってだけで違うんじゃないのかって思う。日本人そんなに韓国に行ってんの、600万人も韓国の空港を経由してどっか行ったとかじゃなくて、それでも利用したってことになりますからね。韓国人そんなに日本に来てんの、お前ら人口5000万人じゃなかった、なんで2000万人弱も日韓航路利用してんの。これもね、日本の空港を経由してどっか行ってるとかじゃなくて、お前らノージャパンとかやってなかったかって、不思議だよなーって、ほとほと呆れちゃいますね。来んなよ敵国なんだからさ、竹島軍事占領してる敵国なんだから、のんきに日本に来てんじゃねえって思うんですけど。マイナ保険証押し付け反対、120人がデジタル庁前で抗議活動を、今まで通り保険証を残して、飽きもせずようやるわ。デジタル庁とつって厚労省じゃないんだなんで厚労省じゃない。マイナ保険証への一本化は医療の現場からも許されない、なんでなんで理由は、
今まで通り保険証残せ。顔写真なくて貸し借りされからダメです。世論です。また共産党系の団体が主催者発表120だったらせいぜい20ってとこが、資格確認書に名前変わるだけだろう。リンク先の画像見たらマジで20人ぐらいしかいねえわ。貸し借りで儲けられなくなるじゃないですか。そいつらは10割負担にしとけ。写真ない保険証の方が危なっかしいわ。反対する連中は不正利用ができなくなるからだよ。皆様、マイナカードは作られましたでしょうか。ない人は当分の間資格確認書ってもので代用するらしいんですけども、保険証があるんでね、それを申し込んで、それを申請してもらいに役所に行く手間考えたらマイナカード作った方がいいかもしれないですよ。資格確認書も永遠じゃなくていずれ廃止になるそうであります。河野太郎は強制ではないって、言ってましたけれども、まあ実質強制ですよこれは。もう社会番号として、社会保障番号としてマイナンバーはカードあるなしにかかわらず個人個人についてるわけだし、病院に一切かからないってレアな人か、国保税払っていても、まあ、払わないと差し押さえとか来ますから、口座封鎖とか、俺は10割負担でいいっていうですね、ありえない人しか作らず済ませることできないですねこれ。にしてもなんでデジタル庁なんだ。保険証といえば厚労省だろ。マイナカードご利用しした河野太郎、憎まれてますね。右からも左からも。60歳以上の2000人に聞きました。人生全般に関して後悔していることは、複数回答可能で1位になったのはもっと学べばよかった 57.1% でした。世論です。見え張ってでかい車を買ったこと、俺は住む場所大失敗だったわ。大学に行きたくても行けない世代だったから気持ちはわかる。ちゃんと歯磨きガチでこれ、この人今は歯ガタガタなんすかね。勉強は一緒できるんだからこれから頑張りなよ。若い時は本当に無駄な買い物多すぎたわ。まあ勉強は一生できるって言っても年取ると気力が湧かないんですよ。気力が、勉強する気力が、湧かないんですよ。テレビやゲームで大事な時間を消費したこと、親の言うことなど聞かなきゃよかった。この人に一体何があったのか。勉強は年取っても始められるが健康だけはどうしようもないな。全くその通り。私の後悔、難病で指先に血がいかないから獣医は向いてなかったですかね。一番の後悔、向いてなかった、体質的に。私難病して、難病番号51番、全身性恐怖症ってやつで指先に血いかない病気。獣医って1日に何十回も手洗うんですよ。なんか触るたびに手洗うから向いてなかった。まあ獣医になるための勉強は無駄だったって後悔はしてないですけどね。私この年になって私が得意なこと気がつきました。文章を読んでこいつ変なこと言ってんなってすぐ分かっちゃう。その部分が分かっちゃう。どこがどう変化、分かっちゃう。だからできたら獣医じゃなくて弁護士とかなって、まあ揚げ足取りが上手っていうのかな、まあ慣れたらの話ですけど弁護士になるための勉強した方が向いてたな、思います。あとはいろいろな無駄遣いを今は公開しております。私安いね、30万ぐらいの外車の中古車何台も乗り換えたり、これ壊れたら乗り換えてました。修理代の方が高いから、ジャガーのセダン40万ぐらいで中古で買って、で、そのうちエアコンが壊れまして、2年ぐらいのったらね、エアコン修理に50万かかるっていうから、じゃあいいや、つって、買い替え。で、次、古い、アルファロメオですね、これまた30万ぐらいで買って、乗ってたら、パワステがぶっ壊れまして、しばらく、まあ、3ヶ月ぐらいは、重捨て、ものすごい重い。で乗ってました、我慢して、でまあこれもこういう無駄遣い、やめればよかったな。あとは若い頃のテレビやゲームの時間無駄だったよな。特にテレビ、あの時間もっと有意義に使ってたら今違うんだろうな。皆様の後悔は何だったでしょうか。まあ長く生きてりゃ後悔の一つや二つは
ありますよ、誰にだって。今日の単身です。新米が出回り始めました。値段は5キロで3300円程度。昨年は1500円から2000円だったんで、5割増しですね。これ新米っていう、付加価値、外れたら落ち着くんでしょうかね。テレビに煽られて50キロも100キロも買いだめしちゃった人は、それ消費するまでは今年の米食えないね。残念だね。昨年のエイズウイルス感染者は960人でした。9割が男性でした。1年間で全国で960人が多いのか少ないのかよう分かんないですけど、男が多い理由はあれですね、ここでは言えませんけれども、感染リスクが高いことをする人らがいるっていう、そういうことで、そういう人らなんだろうな、蔓延っていうかね。まあYouTube にもそういう方結構顔出しでやってられますんで、参考になりますよ。見てないですけどね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと河野太郎に訴えられました。予約されたい方は書店で、全国でできますね、やってもらえると、書店の人も、あ、河野太郎一般人訴えてんだ、だっせって宣伝になりますんで、よかったらよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。